ディーベル王子は、奈良県北桂木郡王子町の JR、近鉄王子駅北口にある、商業施設、王子町地域交流センター、集合住宅、駐車場からなる複合施設。なお、ディーベルとは、ドイツ語で愛を意味する、ディーベとやわらぎの金を意味する、ベルを合わせた造語である。王子駅、先久戸地区中央外区第一種市街地、再開発事業の一環として2000年に、 声優の進出が正式決定し、2001年6月16日に寄港し、2004年4月14日に全面をオープンした。東館、西館に分かれており、王子町近辺の商業中心地となっている。また、商業施設だけでなく、マンションや王子町地域交流センターが入居しており、生活支援施設としての役割も担っている。 両館とも2階が王子駅とペデストリアンデッキでつながれており、駅から直接行くことができる。1階から3階までは、西遊王子店や専門店、立体駐車場などが、5階から7階は王子町地域交流センターが入居しており、8階から11階はマンションになっている。地下1階にはフードコートがあり、学生などで賑わっている。なお、 外観デザインは都市景観を考慮し、柱張りは伝統建築を、屋根は陣をイメージしたものになっている。高さは40メートルである。主なテナント地下1階から3階まで、金融機関や学習塾、クリニックモールなどが入居しており、4階から11階はマンションになっている。主なテなンと、ありがとうございます。